はい、皆さんこんにちは、ももかわチャンネルです。はい、今回は結構リクエストがあったカバー紹介をしていきたいと思います。イエーイ。今回はね、よく使っている10個トップ10を今回紹介したいと思います。じゃあ早速紹介していきましょう。じゃあまず一番使ってない第10位の子から、せーの、じゃじゃん、こちらの子です。見るかな、ここアリスの柄が入っているショルダーです。こちらはで、これ可愛いのになんで使ってないんだろうってみんな思うですよね。思いますよね。こちらはですね、今日クレーンゲームでゲットしたものです。なのでね、まだ1回も使っておりません。で、なんでこのランキングに入ったかというと、すごい可愛いし、しかも私友達とかと遊ぶ時とかでっかいリュック背負うのとかちょっとめんどくさくて嫌なんですよ。なんでここに携帯とお菓子とか入れるだけで持っていけちゃうので、すごいお気に入りになりました。じゃあね、9位を出したいと思うんですけど、9位と8位似ているのでどっちも出しちゃいたいと思います。せーの、じゃーん、こちらの9位8位となっております。ステラルーチャとジェラドーニです。こちらは何で一緒に出したかというと、両方香港のディズニーランドに旅行に行った時に購入したものです。で、こっちは日本のディズニーシーでもゲットすることができるんですけど、こっちのステラルーちゃんは香港のディズニーランドでしかゲットができない商品です。で、まずこちら9位なんですけど、可愛いのにってまた思う方いると思うんですけど、やっぱりこれとかってディズニーとかでしかちょっとやっぱり使うことができないんですよ。派手すぎて、すごい可愛くて大事すぎて使えないっていうのもあるんですけど、まあね、すごい外では使えないということですね。ちょっと一回して背負ってみます。背負ってみます。背負ってみます。これもね、同じようにショルダーになっています。耳がちょっと元気ないんで、こんな感じ。かわいい。よく顔選びました。で、中は、こんな感じでね、お財布とか、ちっちゃいお財布とか、なんて言うんだろうな、携帯とかがね、入りそうな、ちっちゃいやつになります。まあ、これはディズニーとかでもおしゃれですね。はい、次。これもまたね、同じようにね、ちょっとあんまり外では背負えないっていうことがね、判明したので、あんまり使ってはいないんですけど、まあお気に入りではあります。で、これ見て、中がね、結構でかくなっていて、これ中がちょっと違う模様になってるんです。かわいい。ちなみに、こちらのバッグ、スリーウェイなので、手持ちとして使える。斜め掛け、まあ、ショルダーとして使える。三つ目、こんな感じでね、リュックとして背負うことができちゃいます。この2つ結構お気に入りです。そして続いては5位と6位です。こちらのね、6位のリュックは、こちらは結構前に雑貨屋さんかな、雑貨屋さんで購入したものです。ここはね、ちょっと最初にね、気に入った部分はこう、いろいろね、見た感じ3つも収納スペースがあって、ちっちゃいところが2つあるっていうのが可愛かったところです。中は見るとこんな感じです。はい、こんな感じで、これはちっちゃい頃にすごいよく使っていたので、3年生くらいだな、よく使っていたのでお気に入りのランキングに入っています。続いて第5位はこちら。私のね、クレーンゲームの動画でよく背負っているのを見かける方も多いのではないでしょうか。こちらパックマンのショルダーです。こちらね、3コインズで購入しました。こっちには、表面にはでっかくパックマンが載っていて、裏面にはいろんなキャラクター、パックマンのいろんなキャラクターたちが載っています。すごい可愛いですよね。これは普通に3コインズで買えちゃうのはすごいお得だと思ったので即買っちゃいました。これもね、結構クレーンゲームとかでもお財布とかを入れれて簡単に持ち歩くことができるので結構お気に入りです。続いては4位と5位の紹介です。じゃん、こちらの5位のリュックはフォーエバーで購入したリュックとなっています。こちらは友達とお揃いで好きっていうところもあるし、ふわふわのピンク色っていうのがとってもお気に入りです。で、ちなみにこちらのチェリーのストラップは100均で
購入したのに合ってたので付けました。中が黒になってて結構ピンクと黒のギャップがすごい可愛いと思いました。背負うとこんな感じです。ちょっとだるんってした感じでちょっとおしゃれ感を出してみました。続いて4位はこちらです。こちら皆さんパッと見スプラトゥーンのバッグだって思うじゃないですか。こちらねスプラトゥーンのバッグじゃありません。もともとねこれなしのこのインクだけのやつが YKG99 さんで売っていて、こちらを購入してこちらの、ね、別売りのスプラトゥーンのグッズたちをくっつけてみて完全スプラトゥーンバッグにしてやりました。これでねスプラトゥーン好きのね男の子たちがね桃花すげえな桃花すげえなすごいすごいってなると思います。普通にこれねベリベリになっていて、これもよくクレーンゲームの動画とかで使っています。お気に入りであります。続いては2位と3位のリュックです。でお姉さんとかって素敵なお姉さんとかって大きいリュックとかを背負ってることが多いと思うんですよ。まあ中学校行く時とかいろいろ教科書とかも入れると思うので大きいリュックとかを買うことが多いと思うんですけど、まあ私みたいな小学6年生はランドセルじゃないですか。ランドセルじゃないですか。だからまあ私みたいな6年生が大きいリュックを買ったとしても入れるものがない。なので中学生になったら憧れの大きいリュックを買いたいと思います。ということでちっちゃいリュックです。じゃーん、こちら2位と3位です。じゃあ紹介していきます。じゃあまず3位から。こちらは友達とお揃いでディズニーで買いました。これもねすっごいね私のモモカの奇跡的な M なんですよ。まあ多分ミッキーの M なんですけど、まあ同じということでね一目惚れして買っちゃいました。ここもねなんとね中身がねいろんな柄が書いてあります。ディズニーのキャラクターたちのね柄が結構ついてて、これに一目惚れしちゃってね買いました。もうこれすごいお気に入りです。そして第2位はこちらです。こちらねよく動画とかでも、ね、出てると思う、まあ、出てるっていうか結構ね知ってる方もいるんじゃないでしょうか。こちらもね友達とかとお揃いのリュックです。でこちら本当に愛していてスティッチがね書いてあって、そこにアリエルの缶バッジつけたりディズニーのラプンツェルのストラップつけたりいろんなストラップつけたりしていろいろねデコっています。でこのリュックのいいところってここがねガマ口になっていてすっごい入れれるんです。これがねおすすめ。ディズニーストアでちなみに買いました。これすごいおすすめです。そして第1位はじゃじゃん、こちらのアリスのショルダーバッグです。こちら確かディズニーストアで購入しました。これ結構前に購入してねずっと使っています。でこれ結構結構長めでギリギリねぴったり長財布が入る大きさなんですよ。なのでこれ以上ちっちゃくなっちゃうと長財布とか入らないのでこれがすごいちょうどよくて好きです。これでだからクレーンゲームの動画とかでしょったりしています。多分見たことある方もいるんじゃないですか。こちら正面はこんな感じのアリスの柄で裏はアリスの背中のリボンとなっています。確かねこれいろんなプリンセスがあってその中でもアリスを選びました。ここジャラジャラしてます。かわいいでしょ。はい、ということで今回はリクエストをもらった私のよく使っているカバントップ10を紹介しました。これ以外にもやってほしい紹介してほしいものとかやってみてほしいこととかあったらコメント欄のリクエスト書いてください。それでは皆さんバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイや。